こんにちは。車屋の親父です。ご無沙汰しております。久しぶりに、今日は私が動画を撮ります。今日ご紹介するのは、マツダ CX-30 AWD。2年数ヶ月前に、新車でお納めした車が、下取りとして帰ってきましたので、2年経ったマツダのクリーンディーゼルが音やフィーリングがどうなってるのかご紹介していきたいと思います。6000キロちょっとなのでタイヤもまだバリ山です。ホイールにも傷がなく、ボディも目立つ傷がなく、非常に素晴らしいコンディションの車です。車内に移動してきました。走行距離6641キロ。こちらの車はツーリングのグレードですので、ステアリングヒーター、あとはシートヒーター、そしてオプションのナビの SD カード、あとはこの辺に四駆ならではのこちらのスイッチ、360度モニターのスイッチはこちらですね。すいません。こちらも何かのスイッチですね。ついております。あとシートメモリーとパワーバックドアのスイッチです。今車内でエンジンがかかった状態で録画をしていますが、アイドリングの音は気になりますでしょうか。少しアクセルを吹かしてみようと思います。ディーゼル特有のザラッとした感じはありますが、吹かした時の吹け上がりはスムーズです。こちらが前から見た状態です。最近おなじみのマツダの今時の顔ですね。今エンジンがかかっていて、アイドリングの音が耳にはよく聞こえています。トラックほどうるさいという感じではありませんが、ガソリン車に比べるとやはりしっかりと音は出ているなという感じです。2年ちょっと前の記憶なんであまり正確ではありませんが、新車の時はもうちょっと静かだったような気がします。はい、それではスタートしていこうと思います。
ディーゼルですので低速のトルク感がしっかり感じられます。アイドリングの音はやはりちょっと大きくなった気がします。加速してみます。ああ、いい加速ですね。直進安定性ももちろん問題ありません。ブレーキについては効きすぎることもなく効かなすぎることもなく正直ごく普通だと思います。次はスタートの時にマニュアルモードでパドルシフトでシフト操作をしていこうと思います。手元が映りませんがエンジン音の変化で変速を感じ取っていただければと思います。変速がスムーズですね。シフトでシフトダウンしてみようと思います。4速、3速、2速、この辺になるとかなり賑やかですね。3速、4速、5速、やっぱり低回転で安定して巡航している分には非常に過ごしやすいです。サスペンションについては心持ち固めかなとは思いますけど非常にしっかりとしてるなという感じがします。不快な振動自体はそんなに多くなく路面がデコボコしていれば車も上下に揺れるそういった感じのダイレクトな感じですね。
締めの時から思っていましたが、ドアがかなり重く作り付けがしっかりしているので、走っていてボディが歪んでも変なきしみをも出ないでがっちり守ってくれてる感じがします。シフトレバーの場合はこれは BM と同じ方式ですね。上に押すとマイナス、手前に引くとプラス。一般的には逆のメーカーが多いんですが、マツダは上がマイナス下がプラス、 BMW と同じ形式になってます。後ほど画像でご紹介しますが、メーター内のウィンカーの表示、独特な感じで上品と言いますか、ちょっと変わってます。じわっとついてじわっと消える、そんな感じになってます。先ほどお話ししたウィンカーの付き方、
こんな感じです。ちょっと独特だと思いませんか。アームレストになっているセンターコンソールを開けてみます。中はこのようになっています。前側にシガーライター、ソケット、 USB、 HDMI の入力端子、あとここにカバーがついていて SD カードスロットになっています。中にはオプションのこの地図 SD が入っていました。その他この付近は非常にシンプルで操作性よくできていますね。ここはカップホルダー、奥が小物入れで、機能操作系はこちらとこちらで全部できるようになってます。さらに最近の車では普通ですが、ハンドル周りもこのようにスイッチがいっぱいあり、左側がオーディオ系、右側がクルーズコントロール系のスイッチが集まっています。モニターの大きさは変形で横長ですね。順番が前後してますが、内装はシックなグレー系、ブラック系プラスアクセントのブルー、ダッシュボードも上の面はブルー、下は濃いめのグレーもしくはブラック、非常におしゃれな組み合わせです。後ろのシートに座ってみました。助手席がおそらく標準的な位置だと思います。これでギリギリ膝が当たらないぐらい。私の身長が181センチです。一般的な身長の方であればもう少し余裕があるかと思います。ちなみに先ほどまで私が座っていた運転席の後ろ、ちょっと私の癖で背もたれを倒すところがあるので、私の後ろに私が乗ることは難しそうです。アームレストはカップホルダー付き、頭上は意外と余裕があって拳を縦に一つ入れられます。トランクルームは真四角で非常に使いやすそうです。ボディサイズの割に広さも十分かと思います。下にはちょっとしたトレー状になった発泡スチロールのくぼみがあります。パッと見た感じ、ゴルフクラブを真横に乗せるのは難しそうです。斜めにしてクロスして2バック、シートの片側を倒して3バックがやっとかなと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。コメントもお待ちしてます。では